アレンジメントを作りたいと思います。まずこういった蓋付きのカゴを用意しました。でまず最初に手順としましては、水が漏れないようにセロハンを敷きます。そして吸水性スポンジをお水の中にこのようにしてつけてあげます。もちろん大きさを先に切ってからででも大丈夫なんですが、スポンジに水がしっかりと浸かったらカットします。こんな感じになりました。いかがでしょうか。でこれはお好みなんですが、例えばバランスよく蓋をこんな感じでしてみたり、それから蓋を立ててあげてみたりと、置く場所によってシチュエーションを変えて楽しんでいただければいいかなと思います。でお花は今日はいろいろとご用意しましたので、まずお花を作っていきたいと思います。先ほどちょっと裏の庭から切ってきたこういった枝木のハゼを用意しました。作業の最中に蓋が邪魔であれば蓋を取り除いていただいたら結構です。お花はしっかりと挿した方が水あげがいいと思います。であらかじめセロハンの中に水を入れてあります。そしてまずこのスポンジを隠す意味でこの緑の葉っぱをずっと刺していきます。これはキイチゴです。一本の枝からいくつにも切り取れますので、ある程度8割ぐらいスポンジが見えなくなったら、今度は緑の上にお花を乗せていきたいと思います。これは桔梗です。でたくさんつぼみが横枝がありますので、一番綺麗なお花を見せたいので、横の小さなつぼみは取り除いた方が水あげもいいかと思います。簡単に取れます。で、取れなければカットしてあげるといいと思います。これは少し珍しいんですが、夏に7月に祇園祭りの時によく生けられた檜扇のお花の後の檜扇の実です。で、これが弾けると中からキャビアみたいな黒い実が出ます。これもお花として楽しんでいただければいいかなと思います。夏の終わりですね。そしてテッセンを刺します。でテッセンはお花に一本にたくさんお花がついてますので、枝をうまく切ってつぼみと開花している部分と楽しんでいただけるように切り分けます。でテッセンは軸が細いですが、鉄の線っていう名前だけあって結構丈夫なので、
ここをハサミで削いであげるとより水揚げがよく長持ちします。これもお庭に咲いてましたルドベキアというお花です。紫、赤、白が来ましたので少しちょっと黄色っぽいお花を入れたら華やかになるかなと思って入れてみます。余分な葉っぱは取り除いて可愛くいけます。ちょっとお庭で育ってた一足早いオミナエシ、黄色いオミナエシですね。秋の七草の一つになりますオミナエシ。そしてこれも雑草の種類なんですがオケラって言います。でちょっと可愛らしいので野に咲いてるような雰囲気のイメージで少し葉っぱの間から見えるようにします。でこれも一足早い紅葉の葉っぱですがお花として見ていただければいいかなと思います。どんどんとお花が入っていきます。でちょっと赤とか黄色とか入って同じようにこれはミニのコチョウランです。少し贅沢に和洋折衷で入れてあげるとより豪華な感じがします。そして同じく一足早いコスモスをいけたいと思います。でつぼみも必ず咲いてくるので出してあげてくださいね。ちょっと色が出て可愛いと思いますよ。でこれはサンダソニアと言います。風鈴みたいな感じで風がそよぐと揺れます。でこれも1本ですが何段階かに切り分けると楽しんでいただけるかなと思います。こんな感じ で長い方を長い目に入れてあげます。で短い方も入れてあげます。で仕上げに雪柳をこれで動きを出せたらいいかなと思います。一本からたくさん枝がありますので横枝をさばいてあげて切り分けます。であともう一種類季節のものです。一足早いですがワレモコウ、今日は一本にたくさんついてましたのでこれもワレモコウも小さな横枝は取り除いてあげてくださいね。お花がいろいろとふんだんに入りました。ちょっと贅沢使いをします。だんだんと華やかになってきましたでしょうか。そして最後にこの可愛らしい
クレマチスベルテッセンですね。テッセンの種類が何種類か入りましたが、これで仕上げとなります。いかがでしょうか。